シオンまた無断で入ってきていたのかあれほどダメだと言ったろうに、うん、でも母さんの病気心配だったから今日はお見舞いの日じゃないだろすぐにうちに帰るんだ母さんのことは父さんたちに任せなさいでもシオン あの私が送ります君がはいあのすみませんでした疲れで気持ちが不安定になってましてうんそうかでは娘のことを頼むさあお姉ちゃんと一緒に行こう お母さんきっと良くなるから大丈夫よ。お医者さんだってたくさんついてくれてるし。